あら、いらっしゃい田中くん。今日もゆいの正指導ご苦労様。でもごめんなさい、あの子今出かけてるのよ。あ、もしかしてゆいが何かご迷惑かけちゃった？いえいえ、娘さんは優秀ですよ。あら、じゃあなんだろう。いや、何、大したことじゃありませんよ。へえ、ここがご夫婦の寝室ですか。ごめんなさいね、私もうっかりしてたわ。娘の指導のために母親の体の具合を確かめるなんて常識だもの。ゆいの指導にも限界があるわよね。助かります。A few minutes later. いつでも声をかけてね。